これ家で作れんだ。めっちゃお店のやつじゃん。ジャボ、ナマステ皆さん。コココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也でございます。今日もよろしくお願いします。お願いします、はい、そしてですね、今回はゲストをお招きしております。カオカリーのアロンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本物のインド人シェフと作るバターチキンカレー作っていきましょう。ナマステナマステココカローズキッチン。この煮込んでる間に焼くと。でこれをちょうど10分もかかったので、うん、ちょうどいい味がもう中にはもうあの仕込んである。いわゆるもう簡単です。バターチキン。なるほど。誰でも作れる。確かにこれはできそうですね。できそうだね。ミキサーぐらい、まあ、ミキサーぐらいだね。ミキサーぐらい。ミキサーない場合は初めからすげえこう刻んでやるといいかもしれないな。頑張って。まあ違うカレーにはなるけど、構成要素的にはクリーミーじゃないバターチキンになる。うそうですね。はい、で油を入れていただければ。はい、もう少し入れる。少し入れる、はい、大西的インド料理ポイントはね、 あ、 いいね、あのね、油をねいっぱい入れた方がいい。結構そんなにっていうぐらい入れたら、でもちょっとこれをグリルみたいに焼いた方が美味しく感じる。なるほどなるほど。ちょっと焦げ目つけて、はい、1個ずつ取って入れた方が。なるほどなるほど。ここやっぱり心のポイントです。料理は愛ですから、ね、愛なんです、はい、皮目から焼いた方がいいですか。そうです ね、 ちょっと焦げ目をつける感じ、ね、少しやった方が、はいはい、インドで食べてるバターチキンよりは、うんうん、今日ちょっとあの変わってくるところ。なるほど。多分ここまで気使ってやらない。むしろインドではジャパニーズインドカレー、ジャパニーズインドカレーがあるっていう。あ、すごいいいですね。いい感じです。こんな感じですね。はい、ちょっとそう焦げ目がついて、ちょっと焦げるかなぐらいの。メイラード、そうです、ね、メイラード反応により、これはこれでもう味がついてるので、はい、なるほど、うまそうだね。すごいいい匂いする。で全体的に焼き上がったらもう火消しちゃってください。はい、これだけでビールとは今空いてますよね。まあ一回取ってちょっとお兄さんがこれだけ味見た方がいいかも。確かに一回ちっちゃいな。いただきましょうか。めちゃくちゃうめえ。あ、おいしい。おいしい。これだけでもうおいしい。うわうわ、キャンプでこれ出てきた。あ、キャンプで出てほしい。あれだけ10分ぐらいマリネしてただけなの、肉の中にしっかり味入ってるな。ゴールデンカレーのやつの上にこれ乗せればいいんですよね。あ、そうかもしれない、ね、はい、おいしいおいしい。ココイチでトッピングだったら450円。いや、そうだね。そうこうしているうちに、こっちのさっきの野菜、はい、野菜粉が全体的に、はい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 、もう見てると、はいはい、もう玉ねぎがすごい柔らかくなって、もう少しこの水が少しなくなれば今度ペーストにします。じゃあちょっと煮詰める感じなんだ。そうですね、煮込みつつ煮詰めるんだ。ここがすごい一個のポイントがあって、はい、先ほど入れたこういうスティックとかはホールスパイスをこういう取らないとダメなんですよね。なるほど。もうちょっと煮詰めてから、もう少し煮詰めてから、はい、粉になるけど味がもう強くなっちゃうので、なるほど。バターチキンはマイルドな感じなので、ーハーモニーですよね。なるほど。尖りすぎると邪魔しちゃうから、マイルドさをそうなんですよイメージするっていうこと。だいぶ煮詰まってきた。じゃあ火を消す、はい、で、ホールスパイスを取る。取ります。そのシナモンとかカルドモンとか、こういうとこが作業がある。確かに、まあ、料理は心なんです。料理は心、そして愛、愛&心です。愛&心。ココカローズキッチン。よし、これで、はい、今度ペーストにして、はい、今日は普通のミキサーでいきましょう。軽く粗熱を取ったこいつらを、でこれをミキサーでペーストにします。もうだいぶ滑らかになりましたね。それ見たことある感じになってきた。いや確かに、おあ、かなりお、かなり滑らかですね。クリーム、ポタージュぐらい。じゃあこれとりあえずここでこしていいですか。はいはい、これを裏ごししてやる。このルーが命ですね。なるほど。あ、いいですね、いい匂いします。よし、おいしい。あ、これ間もなくバターチキンカレーだね。うーん、なるほど。これから感がすごいです。これから感があるね。将来を有望視される。有望視されてる、ね、はい、でこれをこうやって裏ごししていくわけですね。これはこれぐらいのザルでもいいんですね。全然、うんうん、やるとやんないとでは全然違うよね。でこれやった後食べると、うん、絶対味の感覚は分かります。うん、本当はもうちょっと目細かいやつの方がいいかな、うん、まあそうですね、うん、でも今見て分かりますよ。あ、結構このこのトマトの芯とか玉ねぎのこういう芯とかあるわけですよね。これがなくなるだけでもね、こういう口に感じるとやっぱりバターチキンは感じさせないといけないっていうリッチなあのカレーですね。なるほど。あ、うん、全然違う。ずいぶん滑らかになりましたね。本当だね。あれだけでね、粗い網を通過しただけなのに。工夫はあるけど、うんうん、その分はやっぱりこの一手間が、そう、愛が大事なんです。一手間で今度火をつけて、はい、で多分塩がまだ入ってないので、今度このバターを入れます。ここでそのバターチキンカレーの核となる、そうです、バターを投入。
はい、色が美しいと思わないですか。あ、いいですね、すごい綺麗です。でも、うん、レッドチリパウダー持って入れればもっと赤くなる、うんうん、もっと赤くいけるんです、ね、そうです、はい、でこのクリームも入れちゃって、はい、これ結構混ぜてないと焦げちゃう感じですかね。そう、ま、混ぜ続けた方が、うん、そうだね、混ぜた方が、あの火はもう本当に、うん、あの注意かの方が一番、うん、味と塩分かってないので、はいはい、ここから調整する。もう塩入れますね。はいはい。バターとあのカジュナッツの甘みが、ああ美味しい。スパイスがすごいふわーっとしてます。で、お好みの塩加減まで入れるって感じですね。はい。みんなが口に。これはね、これだったらね、小さじ1ぐらいだと思うな。だと思いますね。うん、はい。絡みますね。入れなくてもいいので、うん、あれば絡みます。あればね。小さじ半分ぐらいだね。そうですね。絡みますら。で、一回全体的に混ぜて、うんうん、少し甘みがまだないので。ここで蜂蜜を、蜂蜜を大さじ1ぐらいですね。大さじ1ぐらい、大さじ1ぐらいです。そうですね、はい、で、よく混ぜる。そう、カラムマサラはね、割とあの仕上げにこのよりスパイス感を出すために入れるって感じ。そうです、そうです、うん、もっと香りを持たすと、うん、で、このまま 2,3 分を混ぜたら、これ家で作れるんだ。確かに、構成的にはさ、そうそう、あれば本当にそう、別になんてことない、普通のカレーより簡単かもぐらいだよね。いや、本当だ、めっちゃお店のやつじゃん、うん、ああ、バターチキンそのものだね。で、2,3 分これは全体的にもうなったので、うん、今度の残りのチキンは入れてくる、はい、なるほど。いや、もうオイル入れないので、オイルは入れない。で、今度全体的に混ぜて、あのチキンの中にこのルーを全部、はい、味が馴染む、そうですね、はい。でこのまま 2,3 分を置いていって、本来なら、まあ、あのカストリメティ、うん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 、上から今このプルプルって、はい、でもなくても別に問題ないので、はい、このままもうこれでバターチキンは完了なんです。おお、工程的に言えば簡単だぞ。めちゃめちゃ簡単ですよね、うん、プロセスがそんなないので、うん、材料も簡単ですよ。材料だしね、日本で全部揃えれる。やばい、家でできちゃう。だから仕事から帰った後でもできるようになれれば、うん、本当です、うん、これは別に何でもチャパティでも、うんうん、ライスでも食べれる。少しこの辺であのこう全体的にこう油が出てくるので、周りから、はい、もうそれでもう完了です。なるほど。あ、じゃあちょっとこう火入れた方がいいですね。少し火入れた方が油がこう浮いてくるんだ、イメージ的には。あ、はい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 、あ、はいはいはい、ちょっとテカテカして。なるほど、はい、もう料理からもう実際出てる油なので。なるほど、もうこれで問題ありません。はい、じゃあ、はい、このまま食べられる。完成です。じゃあ早速、ね、ちょっと盛り付けて、ちょっと盛り付けて食べてみましょうか。はい、よろしくお願いします。うわあ、すごい。え、めっちゃ美味しそうですね。カリは基本的に何のルールもないから、うん、みんな自分のイメージに従ってやれば、カレーは自由。こんな生クリームあるの？こんな感じ？はい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 。ほー。あ、これ入るだけで全然違うね。はい、完成です。完成です。心。いやー、いいですね。今日はこれで決まり。これで決まり。バターチキンカレーでーす、はい、ぜひ食べてみてください。これ家で作れんだ、めっちゃお店のやつじゃん、うん、もう室崎ももうお腹がペコちゃんだから、はい、出た。おー、すごいですね。いただきましょう。いただきます。あ、こんなん絶対美味しいじゃないですか。いや、そう見てわかる。いただきます。いただきます。うわ、家で食べれるんだ。え、めっちゃ美味しいっすね。甘さは分かります？蜂蜜入れた後の、うん、今まで食ったバターチキンカレーの中で一番うまい。いや、ほんとほんと。またこの肉うまいっすね。肉自体うまいし、困りますね。すごく簡単に、うん、そんなに難しいことしないで作ったのに、うん、あの SB のゴールデンカレーのアレンジとはまた全然違う、うん、美味しいし、これしかも難しくないし、これめちゃめちゃうまいね。これこの器の倍ぐらいの米食える。いや、僕は嬉しいですね。いや、うわ、そう、こんなことが誰でも作れるんです。うん、甘さと辛さのバランスがちょうどいいですね。はぁ、あー、ありがとうございます。お米が来ました。美味しいわ。びっくりすると思うな、ちゃんとバターチキンカレーで、うん、バターチキンカレーって、うん、はいはいぐらいのお店ちょっと多めじゃないです、うん、どうしてもなんか基本だからこそみたいな、波のお店に絶対負けないですよね。このチキンはやっぱり先ほど想定したのが、うんうんうん、こうやって口の中に残るわけ、うんうんうん、ニンニクと生姜がすごい感じる。味がね、めっちゃうまい。すごい。しかもこれさ、うん、大西がこうその場で本当に生、うん、リアルタイムで教えてもらいながら、うん、作ってこれぐらいできるわけでしょ、うん、みんな同じぐらいできるよね、うん、大西だってこれ事前に聞いたら練習してたわけじゃないから。全然ない、特にセンスがあるわけではないから。すごい、美味しい。これでもやっぱりカシミリチリがあった方がやっぱりこういう風になりやすいっていうことですよね、うんうんうん、
すごしあの普通のとレッドチリーパウダー今それぐらい入れると、うん、多分食べられられない。でもこれ小さじ2杯入れたけど、うん、でも少しピリ辛、うんうんうん、感覚がある。でも別にすごい辛いっていうじゃないですよね。全然これまあよほど苦手な人じゃない限りは食べれますよ ね。 そうだね。辛くはない、辛くはない。インドカレーだけど、そういやインドカレーってその現地のって辛いんでしょみたいなイメージのカレーとは全く違うね。やっぱりまろやかで甘みがあってリッチな味がする。でも私は何も日本人のためには今日アレンジしてない。これ飽きないね。うん、もうぜひ食べてください。まあ、どうやっかで1000円分かからないじゃないですか、これが家で作ろうといったら。かかんないかかんない。そうするとね、うわこれはカレー好きびっくりですね。こんなのカレーパーティーやるよって友達とみんなで言ってわーって言ってこれ作ってたらヒーローだよ。うん、あそうですよね。優勝優勝すごいじゃんみたいな。いや買ってるっていうかもうインドカレー屋さんに行って買ってきたんじゃないか。そう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 持ち帰りしたんでちゃんと。そうそうそう、テイクアウトの味で。うわーこれ蜂蜜なのがまたいいんですかね、うん、この甘みさの地味深い地味方が、うん、やっぱり砂糖と蜂蜜の甘さがやっぱり違う、うんうん、違いますもんね。カオカリさんでは過去の動画でバターチキンカレーを出してます。ありますよ、ね、もうちょっとなんか同じですか。でもほとんど同じ、うん、でもさっき言ってたあれがそうそうカスメリティ入ってる。それで困った日本人がいっぱいいたからなるほどお兄さんの動画には別になくてもいいよっていう。なるほどなるほど。え、これより美味しくなる要素があるってことパクチーと同じなの。あだからさらにあの香りを感じるハーブですよね。ハーブハーブ、うん、さっきのやっぱ SB のやつもそれはそれで美味しかったじゃないですか。いや、あれも美味しかったな。やっぱ特色だっていいですよね。いやああいうカレーはああいうカレーでいいし、こういうのはやっぱこういうので、いやいいね。いやそうなんだよ。みんなね、実は今回のコラボ、はい、コココロチャンネル側ではね、このバターチキンカレー、はい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 、本格バターチキンカレーで、あのカオカリーさんでは、まあ、大西とあの一緒に作る日本のカレールーを使ったインドテイストのカレー、うんうんうん、カレーそれもね、めちゃくちゃうまかった。うん、コーツつけがたいレベル。あれ、こっちの方が好きかな、でもな。感動してしまったから。うん、そうだね。やっぱこっちの方が衝撃が後出しの方が強いから。インパクトが強い。家で作れると思わなかったから。それも簡単で作れる。しかも簡単なんですよね。そうだわ。俺でも作れる。いや、これまさき挑戦の可能性あるよ。ミキサー買えばね。いやー、すごいね。いや、なんで、そのカオカリーさんの動画もぜひご覧ください。で、いっぱいいろんなカレー作ってる。そうなんですよ。もっとさ、ガチ勢が好きそうなカレーも作ってますよね、うんはい、難しいカレーの作り、ね、あとさあのパニールパニール、はい、あのカッテージチーズ、インドの あ、はいはい、あれもそのカレーにその美味しい要素としてその入ってきたりするんだよね。だからバターチキンは今作ったじゃないですか、うん、でこのチキンを外して、うん、パニール入れちゃえばなるほどパニールバターカレーになる。なるほど。俺これ作れたらこれで周りカレー屋さん出しちゃうよでも結構そのインドカレーの作り方ちゃんと日本語でそうやってるところってなかったんだよ。そうだからみんな見てもらって、そうちゃんと理解できる日本語でっていうのがすごいよね。あの全くもってあの日本語での会話に、まあの不便がなかった全く問題本当にありがとうございます。私も20年工夫してやっぱりあと日本人の友達もたくさんいたので、うん、みんなやっぱりインドの文化とカレーには興味があるので、いやそうです、ね、だから私もやっぱり手に入れられないハーブスパイスはたくさんあるので、うんでそういう自分もやっぱりあのすごいあの工夫した時があったので、だからそれを皆さんに困らさないように美味しいインドカレーを作って、あのこういう YouTube というプラットフォームを使って一人でも多くの人々がそれを見て家で作って美味しいねって言ってもらえれば、私はそれだけで最高と思っています。最高っす。日本で作れるインドの味。いやそうですね。2020年はインドを、いやそうだね、アランさんにサポートしていただいて行くしかないですね。いやインド行こう。待ってます待ってます。えツボアさんと一緒に、ツボアさんとアランさんと一緒にカンさんの屋台で俺マーボー豆腐作ろう。あいいですということで皆さん今回もぜひね胸を張ってグッド評価を。本当だわ。はい、ということで皆さん今回もぜひグッド評価、チャンネル登録、チャンネル登録の横の通知の設定もよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてカオカリーさんもよろしくお願いします。お願いします。絶対楽しいから。なんでわーはい、バイ皆さん、はい、それでは皆様またお会いしましょう。いくぞ、はい、1、2、3、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で